現時点でのウクライナ関連のニュースを、いくつかピックアップして、紹介させていただきます。なお現地の情報については、100% 全て正しいとは限らないので、その点にご注意ください。ハッカー集団、アノニマスが、ロシアの国営放送をハッキングして、ウクライナでの戦闘の映像を流しました。ロシアの国営放送では、ロシア政府に有利なプロパガンダが流されていますが、それに水を差す形となりました。アノニマスは、現時点でこの戦争を止める方法は、ロシア国民が放棄してプーチン大統領を追放すること、私たちは皆様を援助し、サイバー方面での支援を行うというメッセージを出しています。国営放送をハッキングするってすごいですね。アノニマスの本気度が伺えるエピソードです。またウクライナ政府が志願兵を募集したところ、アメリカ国内だけで3000件の問い合わせがありました。アメリカの退役軍人が一部、すでにウクライナに現地入りしています。為替市場では一時、1ドル約150ルーブルという、最安値を更新しました。2月には1ドル75ルーブルだったことを考慮すると、凄まじい下落っぷりであることがわかります。ウクライナからの難民はじわじわ増え続け、現在200万人を超えています。一方で国連の発表によると、ウクライナの民間人の犠牲者は、合計516人とのことです。ただ、まだ一部地域で犠牲者の確認ができておらず、今後さらに増えるものと思われます。そして7日、韓国のイ軍元隊が、ウクライナを救うため出国したことが話題になっています。続いて48時間以内に計画を立て装備を準備し、当初は公式な手続きを踏んで出国しようとしたが、韓国政府の強い反対を受けて摩擦が生じたとし、旅行禁止国に入国すると犯罪者として扱われ、懲役1年または1000万594万円の罰金刑を科す、との脅迫を受けたと当時の状況を伝えた。重役また私のチームのメンバーは私が直接選抜し、私が生きて帰国したら、その時は私が全ての責任を負って処罰を受けるとし、初の大韓民国義勇軍として、国を代表して韓国の地位を高めたい、任務を終えて韓国でお会いしたいと付け加えた。これに先立ち元隊は今月2日、自身の YouTube チャンネルのコミュニティに、戦闘への参加についての悪質なコメントが寄せられたことに対して、長文の返答を掲載している。重役元隊は、ネットでしか文句が言えない人は部屋の隅で騒ぎ続けていればよい、あなたたちにはできない戦いが、世界のどこかで行われていると強調した。9日、ロシア軍が小児病院を爆撃し、職員17人以上が死亡しました。ロシア外務省は民間人の退避は完了していた、としていますが、ウクライナ側は、院内には複数の女性がいたとしています。他にも出来事を箇条書きで紹介します。アメリカ、ウクライナへの戦闘機提供を断念。チェルノブイリ原発で電力遮断、放射性物質が外部に流出する可能性もロシアとウクライナが10日に外相会談、ロシア軍が占拠した2カ所の原発から、安全監視システムのデータ送信が停止ロシア、徴集兵の軍事作戦参加を認める、国際原子力機関は原発の電力遮断について、現時点では安全面で重大な影響はないと発表、中国がウクライナに人道支援、またすでに、一部地域で一時的な停戦が行われ、人道回廊による民間人の避難準備が進んでいます。先日ロシアで、偽情報の拡散を禁止する法律が成立しました。これを受けて多くの海外メディアが、ロシアでの取材や活動を停止しています。しかしそんな中 BBC は、慎重に考慮した結果、ロシア国内からの報道が必要として、ロシア国内からの放送を続行することを決定しました。勇気ある決断ですね。現地の職員の方々は大丈夫でしょうか？身の危険が及ばない範囲で頑張っていただきたいです。最後までご視聴ありがとうございました。